こんにちは、デモンストレーターの田原英一です。今日はレンズベリーベルベット28をテスト撮影しようということで、外で、このようにカメラセットしたわけですが、ニコン F マウント仕様のものでフルサイズで撮影をしていきます。このレンズベリーベルベット28の難しいところはピント位置が分かりづらいということなんですね。今回はライブビューで拡大してピント合わせをして、中野通りの看板のコントラストが一番はっきりしたところで合わせようかなとしているところです。では F 値による映り方の変化をチェックするために F2.5 から一絞りごと順々に撮っていきます。このように F2.5、F2.8、F4、5.6、8、11、16とありますから、このステップごとに撮っていきましたが、F4 ぐらいまたは F5.6 ぐらいからソフトフォーカスっぽさがない普通のレンズといったイメージに変わったような感じがします。ベルベット56も似たような雰囲気だったので、開放付近がかなりソフトだけど、だんだん普通のレンズっぽい写りに変わってくるといった傾向なんでしょうね。あとはもう一つの謎の F2.5 の先のプラスマークですね。 F2.5 にして今の構図だとシャッタースピードが1000分の1秒というところですが、これがプラスにすると1250分の1秒3分の1段ぐらい明るくなるのかなといった感じです。はい、あとはレンズ先端5センチという最短撮影距離の状態ですね。こんな雰囲気なんですが、ほとんど鼻見えてませんけど、この距離レンズ先端から5センチのところでピントが来るといったところで、マクロ撮影2分の1倍が撮影できます。今回このレンズベビーベルベット28ピント合わせはライブビューで行いました。ベルベット56とか85を使ってた時でもなかなか光学ファインダーでのピント合わせ難しかったんで、ライブビューで合わせるというのが、実際合ってるのかなと思うわけですが、それでもこのソフトフォーカス開放付近の状態だとライブビューでも場合によっては手ごわくって拡大してじっくり合わせるといった必要がありました。そして最短撮影距離レンズ先端5センチでのマクロ、28mm でマクロというレンズなかなか他にはないので面白かったです。ピント合わせは非常に難しくって、あらかじめ最短撮影距離のところにピントリングを合わせておいてカメラを前後してピント合わせといった手法で行いました。今回短時間でのテストでしたけども、また時間を見てレンズベビーベルベット28使ってみたいなと思います。